こんにちは、柴田です。今日はですね、杉蔵さん風ギターソロ音エンドオブソロ編になります。エンドオブソロはですね、個人的にすごく好きで、ギター音もすごくかっこいいので、今回真似してみたいなと思いまして、やらせていただきます。で、音はですね、こんな感じです。みたいな感じですね。グイーンときますね。まあ低い方が、っていう風な感じですね。ではどんなエフェクター使ったか見ていきましょう。まずですね、まあ、軸になるところからいきましょうかね。フリーアンプ5150使っております。ゲイン60、まあ、これが基本的な歪みですね。ここをベースに作っております。そしてブーストでかましているのがこちら、ファズですね。ドライブは40です。どっちかっていうとこもり気味な部分を出したいなっていうところでトーンを削ってますね。で、ピッチシフター、これがですね、あるのとないのってば、というふうな違いがありますね。まあ、これはピッチプラス12、1オクターブ上を出している感じです。で、ディレイ380°/25°。みたいな感じのイメージですね。リバーブも入れた方がいいですね。リバーブも入れましょうか。あ、いいですね。こういう感じです。で、一番左、これですね、コンプをかけております。まあ、これは気持ちって感じですね。というエフェクトになっております。というふうな感じですね。まあ、ぜひぜひ皆さん試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。